そろそろ泣き止めセベク。悲しいのはわかるが、目が腫れて明日に響くぞ。これは悲しみの涙ではない、怒りだ。人間さえ、銀のフクロウさえいなければ若様のお父上は、僕たちの知っている若様にご両親はいない。今ここではご存命であるマレノア様もだ。それは何故若様はご両親を失わねばならなかったのだ。答えろシルバー。俺に当たるな。僕はもう傍観しているだけなど耐えられない。若様のためにもリディア様と共に命を落としてマレノア様をお守りしなくては。セベク、何度も言うが、これは夢だ。ここで何かを成してもそれは幻で、現実は変わらない。ならば現実に戻らなければよいのではないか。おめえ何言ってんだ。俺様たち夢から覚めるためにここに来たんだぞ。現実に戻らなければ、これから夢の中でお生まれになる若様はお母上と共に暮らせる。夢の中ならお前もリリア様と共に生きていけるのだ。これ以上があるか。それは、いや、しかし、黒いグジュグジュしたやつが湧き出てきたんだぞ。闇、セベクの患者を嗅ぎつけてより深い眠りに落とそうと現れたか。セベク、武器を取れ。闇に取り込まれるな。このまま夢の中にいれば若様は。セベク、あいつ闇に取り込まれちまった。今ならまだ引き戻せる。監督船グリム、力を貸してくれ。ったく、世話がかかるやつなんだぞ。次から次へと湧いてく。このままでは。シルバー、おめえの服の中なんか光ってるんだぞ。この光は親父殿にもらった指輪。闇のやつはその光にビビってるみてえだ。指輪の光に触れている部分から力がみなぎってくる。何なんだこの指輪は。なんだっていい、早くあいつらを追っ払うんだぞ。ああ、光よ、闇を追い払え。捕まってたセベクが出てきたんだぞ。セベク、無事か。僕は夢の中にずっといたいってダダこねて闇にぐるぐる巻きにされてたんだぞ。そうか、僕は。セベク、確かにお前の言う通り、このまま夢の中にいれば辛い思いをせずに済むだろう。それでも俺たちはこの夢から脱出しなくてはいけないんだ。眠らされている学友たちの未来はどうなる。お前の帰りを待つ家族はどうなる。そして何より、たった一人孤独に夢の世界を紡ぎ続けるマレウス様はどうなる。だがリリア様はこの眠りから覚めれば。そうだとしても、親父殿なら絶対に今のマレウス様をいさめるだろう。それはきっとそうだろうな。進化の役目はただ王を肯定し従うことだけではない。時にはいさめることも大切だ。お前も同じことを親父殿に教わったはず。違うか。お前の言う通りだシルバ。僕はずっと迷っていた。若様に逆らってしまったこと、怒りと悲しみを込めて僕を睨んだ若様の瞳が、
目に焼き付いて離れない。まだ迷いはある。若様の幸せを考えればこのままでいる方が良いのかもしれないと。だが僕の夢は、願いは、若様にとって誰より良き進化となること。この夢はここでは叶えられない。僕が命を懸けてお仕えしたいのも、尊敬しているのも、現実の若様ただお一人。ご両親がいらっしゃらない孤独に耐え、リリア様と共に歩み、ガーゴイルがお好きで、廃墟がお好きで、評価がお好きで、茨の谷の次期当主でありながら、民草と共に制服に身を包み、ナイト・レイブン・カレッジに通っていらっしゃる現実の若様、ただお一人なのだ。だからもう夢にふけることはしない。必ず現実の若様のもとへ馳せ参じてみせる。僕はもう二度と迷わないぞ。わかったか、シルバー。お前らしいな、その言葉。たがえるなよ。お前に言われずとも。やれやれ、セベクのやつ、ようやく大声出す元気が出てきたみてえだな。情けないところを見せたな、魔獣、いや、グリム、それから監督生も。迷惑をかけてすまなかった。そんな、おめえが謝るなんて、空から槍でも降ってきそうなんだぞ。では僕はもう休む。お前たちも早く寝ろ。おやすみ。夜中にでけえ声出すんじゃねえんだぞ。おやすみ。あいつなりの照れ隠しと感謝だろ。誤解されやすいが、本当は情に熱い男だ。これからも仲良くしてやってほしい。それはあいつの態度次第なんだぞ。いっぱい歩いていっぱい戦って、もうクタクタだ。俺様も寝る。おやすみなんだぞ。ああ、おやすみ。俺もセベクの言葉に一瞬だけ心が揺らいでしまった。このまま夢の中にいれば、親父殿もマレウス様もと。大丈夫だ、分かっている。もし俺が夢にすがり闇に飲み込まれそうになったら、監督生、どうか俺を止めてほしい。ありがとう。晴れた日の夜は冷える。暖かくして寝るといい。おやすみ。そろそろ出発するぞ。支度を急げ。うわ。おはようございます。貴様、目が腫れているぞ。虫にでも刺されたか。いえ、お気になさらず、ただのむくみですので。そうか、ならばいい。病の者を連れて行くわけにはいかんからな。さて、いよいよ銀の袋どもの縄張りに踏み込むぞ。紅ヶ原を川沿いに東へ。それが砦への最短経路ですが、平地で隠す者も少ないですし、銀の袋との遭遇率が高くなりそうですね。ここから少し北に行ったところにミスティウムを鍛える火事場があります。ここで一度我々の魔石器を手入れしておくのも良いかと。行方不明者を探すなら、劉備岳をぐるりと見回っていくルートもありだな。